おはようございます。速稼塾の久保です。今回は自己破産をしたのに使えるクレジットカードがあるというね、なんとも耳寄りな、なんと言いますかね、タレコミがございましたんで、実際に今この瞬間それは通用してるらしいんですよ。でそれをメンバーシップでお伝えしますんで、これね、公にするとそのカードストップになっちゃいけないんで一般公開はできません。ですんでね、メンバーシップ情報でお送りします。だから誰かが得するとかね、このためにメンバーシップ入って、なんかメンバーシップ料金月間390円ですけども、それ以上に儲かるって話ではありません。ただ情報として知っておけば、自己破産した方の役に立つことはできるんじゃないかなと思いますね。まああとね、なんかこうこぼれ話、雑談として、あ、そうなんだっていうふうにお知らせいただくことはできるんじゃないかなと思います。ということで、今回自己破産しても使えているクレジットカードはこれだということでね、皆様の媒体でお役立ていただければと思います。情報っていうのはね、受け取った瞬間あなたのものです。私はそう思ってます。ですんで、私から発せられた情報、何かの形で使いたいなと思ったら、私から発する有料情報だろうが無料情報だろうが、ご自由にお使いいただいて結構です。それではですね、本日は以上です。もしよろしかったら、メンバーシップの方にご参加いただいて、自己破産しても使えるカードの情報をね、頭に入れといていただければと思います。それでは、失礼します。